君の脳に直接届く妄想のプライムです。さあ学校であった怖い話続きをやっていきましょう。さあ今回はもう一人しかいないですね。ホスタさんです。はじめまして、僕の名前は細田智春と言います。2年生です。ついに7人目は現れませんでしたね。どうやら僕の話が最後のようですし、ちょっと気分を盛り上げるために場所を移動しましょうよ。これだけ待ってこないんですから、もう7人目は来ないでしょう。ここを離れても大丈夫だと思うんです。さあ皆さん、僕についてきてください。なんだなんだ。この集まりは旧校舎が取り壊されることを記念して持ち上がった企画ですよね。だから旧校舎で話をしようと思うんですよ。めっちゃ怖そう。せっかくですもんね。今は立ち入り禁止ですけれど、そっと忍び込めばわからないでしょう。それに、僕が話すのはこの旧校舎にまつわる話ですから。さあ、旧校舎です。皆さん、覚悟はいいですか？この中のある一つの教室に行きますから。暗いですね。電気が通っていないから仕方ありませんね。足元に気をつけてください。結構床が腐ってますから。床を踏むと嫌な音がしますね。キー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 。怨念が泣いているみたいですよ。さあ着きました。この教室です。皆さんどうぞ中に入って適当に座ってください。それでは皆さん話を始めましょうか。モーソル君はこの旧校舎にまつわるトイレの階段を知っているかな？トイレの階段には有名なものが多いよね。紙をくれーと言いながら便器の中から出てくる青白い手の話、汲み取り式のトイレの便器から覗くギロリと光る2つの赤い目の話、いろいろあるよね。でも最も有名なのはやっぱり花子さんじゃないかな。まあ、確かやっぱ花子さんですね。ドアノックすると誰もいないはずのトイレの中から花子さんの声が聞こえてくる。そしてドアを開けるとそこに花子さんの姿が。花子さんの話は名を変え姿を変え全国に散らばっている。性別も違うし名前も違う。どうして出るのか正体や原因が分かっているものもあれば謎に包まれているものもある。ただみんな共通しているのはトイレに出るということ。トイレに出る不思議な霊の存在をそうして花子さんと呼んでいるんだよ。そして当然のようにこの学校にも花子さんの噂はあるんだよ。で、これから僕たちでその花子さんを呼び出す実験をしようというのが僕の提案なんだけど。どうかな、モーソル君。君やってみないかい？ 1、やってみる。2、嫌だ。まあちょっとやってみますか。1、そうこなくっちゃ。きっと君ならそう言ってくれると思っていたよ。それじゃあ実際に花子さんが出るというトイレに行く前にちょっと僕の話を聞いてくれよ。これはもう何十年も前に起こった話なんだけれど、だからその話の真偽を確かめることはできない。本当に起こった話かもしれないし、もしかしたら作り話なのかもしれない。まあそれはもうすぐ僕たちがこの目で確かめられるわけだけどね。その事件の発端はこの教室で起こったんだよ。季節はちょうど今頃だった。蒸し暑い夏のある一日。その頃、期末テストで赤点を取った生徒たちが学校に残されていてね。補習のプリントをやらされていたんだ。どうだい、モーソル君。君はテストで赤点を取ったことがあるだろう。ある、ない、よく覚えていたい。まあ、うちの、僕のいたね、学校は多分ね、そんな赤点システムがなかったみたいなんだけど、あったのかな？あるにしてみようか。あるだろうって言うから。そうだよね。よほど頭が良くない限り、誰だって一度や二度の赤点はあるはずさ。僕なんか常習犯だけれど。はは。その時残された生徒は6人いたんだ。まるで今回の僕たちと同じようにね。男性が4人、そして女性が2人。彼らは放課後のひっそりとした旧校舎のクーラーもないこの教室で、汗をかきながら補習に取り組んでいた。先生は時々様子を見に来るだけだった。でもね、ちょっと休養ができてしまい、後のことを他の先生に頼んで帰ってしまったんだよ。それがいけなかったんだ。頼まれた先生は何の気なしに約束してしまったんだよ。その6人のことを忘れて帰ってしまったのさ。どういうわけか、その時の見回りの用務員さんも気づかなかったようでね。後で聞いた話だけれど、確かに見回りに行って、その時には誰もいなかったというんだよ。え？嘘をついているのか、それとも何かの力が働いて、
一瞬だけ彼らの姿を見えなくさせてしまったのか。とにかくこの6人は誰からも忘れ去られ、この教室に取り残されてしまったんだ。漂流教室的な。ところでモーソル君、君今まで一度もトイレに行ってないけど大丈夫なの？ひょっとしてトイレに行きたいとか言うことない？1、ある。2、ない。え、ある。そう、こんなこと聞いといて悪いけれど、トイレはもう少し我慢した方がいいよ。え、なんで？少なくとも僕の話が終わるまでは。でもね、膀胱炎になっちゃったりするね。そうしないと良くないことが起こる。いや、行かなかったら余計良くないこと起こっちゃうよ。だからもう少し我慢してよね。1、我慢できないからトイレに行くに言われた通り我慢する。いや、でも膀胱炎になる可能性があるんで、ちょっとトイレぐらいでしょ、1。やめなよ。僕は別に君に意地悪をしたいわけじゃないんだ。行かない方がいいんだよ。どうしても行くというのならもう止めないけどね。ええ、行ってみる？いや、ここまで来たらなんか、行ってみたいわ、2。どうしても行きたい。僕がそう言うと、モスタさんは黙り込んだ。奇妙な目で僕を見ている。嫌な気がしたけど、僕は立ち上がった。キーキーときしむ廊下に出る。さて、トイレはどっちにあるんだろう。あ、そういう感じ？右に行ってみよう、なんとなく。1。僕は右に行ってみることにした。体重を乗せると床が沈むのがわかる。いや、旧校舎のトイレってね、怖そう。下手をすれば本当に床板が折れて落ちるのかもしれない。気をつけながら一歩一歩足を運ぶ。でも、暗い廊下の端まで行って、僕はがっかりしてしまった。行き止まりだった。トイレなんてありはしない。反対側だったんだろうか。そう思って振り向いた。お、目の前に細田さんがいた。こっちにトイレはないよ。もう戻ろうよ。息が止まるほど驚いた僕に気づかなかったのか、穏やかな口調で言う。僕は黙ってうなずいた。なんかその、急に振り返って驚いても穏やかな口調の細田さんがちょっと怖いね。今のショックでトイレに行きたい気なんて失せていたのだ。僕と細田さんは元の教室に戻った。そして、再び話の続きが始まった。それで、補習で残された6人だけれど、いつまで経っても担当の先生が見に来ないから、だんだんと不安になってきてね。でも大事な期末テストの補習だったから、これを落とすわけにはいかない。それぞれ6人とも、それなりの事情があってね。これを落とすとクラブ活動ができなくなるとか、親が呼び出されるとかね。だから帰るに帰れなかった。ふと時計を見ると、もう9時を回っていたんだよ。でもそれがそもそも不思議なことだと思うんだ。どうして9時まで気がつかなかったのか。いくら集中して補習に取り組んでいたとしても、もともと補習を受けるような連中だよ。そんなに集中力が続くんだろうか。9時を過ぎるまで気がつかないなんて異常だとは思わないかい。まあ、学校のね、授業が終わるのがまあ3時、4時とかだったとしても、まあ、5時間ぐらい。4時だとしても5時間ぐらい。まあ、気づくでしょうね。1、異常だと思う。2、別に思わない。いや、異常だよ。1。だよね。その時点で誰かが帰ろうと言い出せばよかったんだ。でも誰も口に出さなかった。変だなと思いながらも、薄暗い蛍光灯を頼りに補習を続けていたんだよ。それにしても補習のプリントごときでそんなに時間がかかるもんなんだろうか。そもそも赤点を取るような連中のための補習だよ。僕も何度も受けているからわかるんだけど、成績の悪い僕だってそれほど難しいとは思わない。そんなレベルだよ。1たす1とかかな。それとも昔は難しかったのかな。時計が10時を回った頃だった。さすがに一人がしびれを切らしてね。なあ、俺たち忘れられてんじゃないか。誰もが一番聞かれたくない質問だった。そして残りの5人は顔を見合わせたのさ。そんなことないよ。先生が僕たちを放っておくなんて考えられないもん。一人がついそんな風に答えたんだ。そういう自分にも自信はなかったけれど、自分たちが見捨てられているとは思いたくなかったから、そう答えてしまったのさ。僕その気持ちわかるな。だったらどうしてこんな時間まで来ないんだよ。もう10時を回ってんだぜ。そして、教室の壁にかかっている時計を指さした。そんなことよりみんなは補習終わったの？終わったらこっちから先生を呼びに行けばいいじゃない。一人の女の子が不安を打ち消すように強い口調で言ったんだ。それもそうだな。そして、みんなはまた補習を続けたんだ。それでも補習は終わらない。
まるで同じところを何度も何度もやらされているような錯覚に陥ってしまう問題ばかりだった。そんなに難しくないはずなのになぜか終わらない。解いても解いても永遠に終わることのない問題集をやらされている気分だった今まさにそうなんだろうね。でも時計を見るとまだ10時20分だった。もっと時間が経っていてもいいはずなのに、あまり時間は経っていなかったんだ。それからしばらくして、まだ時計は10時20分を指していたんだ。ねえ、あの時計止まってるんじゃない？さっきと違うもう一人の女の子が心細そうにつぶやいたんだ。それは誰もが気づいている不安だった。それがあの時計だよ。ほら。あの壁にかかっている時計、暗くて見えないかい？あの時計は今何時を指していると思う？10時20分だよ。あの時からずっとあの時計の針は10時20分を指しているんだ。どうだい？あの時計を調べてみるかい？え、調べてみる、調べない。いや、調べてみようよ。1。ほら、近づいてごらん。見えただろ。何の変哲もない普通の時計だよね。かなり埃をかぶっているけれど。中を開けてみよう。今はもう電池も入っていない。だから動かないんだ。でもね、この時計は不思議なんだよ。例えば針を動かしておくだろう。すると、いつの間にか10時20分に戻ってしまっているんだよ。なぜか知らないけれど、誰かが動かしているのか、この時計は必ず10時20分を指したまま動かなくなるんだよ。電池を抜いていてもね。さあ話を続けるよ。残された6人も時計を調べてみることにした。やはりこの時計は壊れていると思ってね。そして一人が壁から時計を外したとき。おう、めっちゃドクロですね。うわ、残りの5人が一斉に叫び声を上げたのさ。見ると、時計を外した壁の後に人の顔のようなシミがついているじゃないか。一瞬それがドクロのように見えてね。でもよく見るとただのシミだった。脅かさないでくれよ。壁から時計を外した一人は急いで時計を元に戻したんだ。時計を調べるよりもその不気味なシミを隠しておきたかったから。その時突然一人が席を立ち上がったんだ。僕トイレに行ってくる。彼はよほど我慢していたんだろうね。腰のあたりをもじもじさせていた。当然誰も止めなかったし、なんでトイレに行くのをわざわざ断るのか不思議だった。でも彼は行きづらそうにみんなの顔を見回したんだ。そう、一人で行くのが怖かったんだよ。すでに誰もいない、静まり返った夜明けの急行車、あ、夜更けか。ここにいるのは彼ら6人だけだ。そんな急行車をたった一人でトイレまで行くのは誰だって怖いと思うよ。でも誰も彼について行ってはくれなかった。仕方なく彼は一人で行くことにしたんだ。誰かついてってあげたらよかったのに。長く暗い廊下を、今にも抜けそうな床を渡ってね。5人は少しでも早く補習を終わらせようとプリントと格闘した。そこ早く帰りたいからか。けれど時計の裏にあるシミが気になってなかなか集中できない。なあ、もういいんじゃないか。誰もプリントが終わっていなくたって先生も怒りやしないよ。先生を呼びに行こうぜ。ついにたまらなくなり一人が切り出した。もうそれに反する者はいなかった。反対する者、そうしよう。あいつがトイレから戻ってきたらみんなで先生のところに行こうか。みんながその意見にうなずいた。けれども彼が戻ってこないんだ。待てど暮らせど戻ってきやしない。時計は止まっているから、あれからどれくらいの時間が流れたのかもわからない。恐怖が精神を支配し、無音の時が流れる時、その時間はとても長く感じられるものなんだよ。だから本当はまだ 1,2 分しか経っていなかったのかもしれない。気まずい沈黙の時間が流れた。俺呼びに行ってくる。そう言って一人が教室から飛び出したんだ。おい、彼の背中に声をかけたけれど、もう彼は教室を出た後だった。そしてギシギシと廊下を踏む音が遠ざかっていったんだ。残った4人は顔を見合わせた。みんな恐怖を感じていた。まるで別世界に迷い込んでしまったような言い知れぬ恐怖に。急行車を出て校門を抜ければそこにはいつもの風景があるはずなのに、それなのになぜかこっから抜け出せない不思議な感覚を感じていたんだ。そしてそれはお互いの目を見ればわかった。
みんなは誰もが同じことを考えているのが分かったのさ。笑っちゃった。すごい間抜けな叫び声ですね。その時だった。沈黙を破る悲痛な叫び声が聞こえてきたのは、みんな口の中に溜まった唾を一気に飲み込んだ。どうしたんだろう。そしてその声の下方に耳を傾けた。もう帰ろうよ、補習なんかどうだっていいよ。その時女の子が突然泣き出してしまったんだ。今まで張り詰めていた緊張の糸が切れてしまったんだろうね。驚くほどワンワン泣いたよ。それこそなりふり構わずね。そうだね、帰ろう。私も帰った方がいいと思うよ。こんな時間まで私たちを放っておく先生の方に問題があるもの。もう一人の女の子が泣きじゃくる女の子の背中をさすりながら提案したんだ。そうだな、僕もそう思うよ。帰った方がいい。彼女の言葉に一人が相槌を打った。けれど素直にうなずけない人もいたんだ。でも彼らのことを放っておけないだろう。少なくとも悲鳴が聞こえたんだよ。助けに行かないのか。確かに友達を見捨てるのは気が引けるよね。戻ってこない二人はクラスメートなんだから。ねえモーソル君、僕たちは友達かな。君僕の友達になってくれないかな。1友達になる、2友達にはならない。S 版で1にしたんで2にします。友達にはならない。なんでだい。君とならきっとうまくやっていけるのに。ねえ友達になってくれよ。いいだろう。ねえなりたくない1 ひどいな。僕を傷つけてそんなに楽しいのかい。君ってそんな意地悪な人だったの。ホスタさんが恨めしそうに僕を見た。しょうがないな。僕はうなずいた。すいませんでした。友達になりますよ。ありがとう。僕は嬉しいよ。もう強制的だな。だいぶ初めて会った時から君とは友達になれる気がしてたんだ。僕は君を絶対に裏切らない。これから一生に仲良くなやっていこう。そうだよね、友達ってそういうもんだよね。当然見捨てられるわけないさ。話がおかしい方向に行ってるね。彼らだってそうだよ。けれど一人だけ渋るやつがいたのさ。お前はそう言うけどな、あれは悪い冗談かもしれないぜ。きっと途中のどこかで待ってて、助けに行った俺たちを陰から脅かすつもりなのさ。だからやめろって。あんな奴ら逆に痛い目に遭わせた方がいいんだ。それでも最初に彼を助けに行こうと言った一人は自分の意思を曲げなかったのさ。君たちが来なくても僕は行くよ。冗談ならそれで安心できるじゃないか。でも冗談じゃなかったら、もし本当に何かあったらどうするつもりなんだよ。行きたければ勝手にしろ。俺は行かないからな。ああ勝手にするよ。僕は行くからね。本当はこういう時こそ団結するべきなんだ。けれど彼らは些細なことで喧嘩をしてしまった。そして勇敢な友達思いの一人だけがトイレへ行くことになったんだ。女の子はなんだかんだ言ってもやっぱり怖がってしまってね。残りの3人は職員室に先生を呼びに行くことにしたのさ。ねえモンソル君、君はどっちの話の続きを聞きたいかな。1トイレに行った勇敢な一人、2職員室に向かった3人組。これは職員室側をちょっと見ます。1のトイレの方が気になった人は学校は S 版をぜひ見てください。うん、わかった。それじゃあ話せよ。友達の君の頼みだもんね。3人は揃って職員室へ向かったんだ。廊下をまっすぐに行って角を曲がればすぐに職員室だ。そんなに遠い道のりじゃない。みんなの顔にはまだ余裕があったよ。だけど角を曲がっても職員室はなかった。彼らの前には今歩いてきたはずの廊下が長く続いてたんだ。なんかそんなんあったな。後ろを振り向くと教室のドア、彼らは一歩も進んじゃいなかったんだ。でもそんなはずあるかい。彼らは念のためもう一度歩き出したんだ。廊下の端まで歩いて角を曲がる。やっぱり目の前には長い廊下が続いている。そして背後には教室のドア。これではっきりした、彼らは閉じ込められたんだ。誰にかはわからない。どうやってかもわからない。ただ空間がねじ曲がっていてメビウスの輪のようになっているんだ。ほらリボンをひとひねりした輪っかで指でたどると裏も表もわからなくなるっていうあれさ。もう嫌。さっき泣き出した女の子が叫んだ。でも今度はもう一人の女の子も慰めてやらない。それどころじゃないんだろうね。
ガタガタ震えているのさ。たった一人残った男としては責任重大だろうな、だったろうな。モーソル君だったらどうする？ 1. 教室の中を調べる。 2. 廊下を調べる。まあ廊下はいくら行っても一緒だろうから教室にしてみましょうか。 1. そうなんだ。彼らも教室の中を調べることにしたよ。廊下を歩き続けてもしょうがないからね。まず当然だけど窓を調べた。蒸し暑い日だったから少しでも風が入るように窓を開けてあったんだ。でもそれがいつの間にか閉まっている。3人は何も言わず窓を開けようとした。誰が閉めたかなんて考え出したらどんどん怖いことを想像してしまうからね。でも窓は開かないんだ。錆びついてるみたいにね。馬鹿げているだろう。さっきまで開いていた窓なのにさ。何度か試しているうちに限界に達したんだろうね。帰る。私帰るわ。わめいたのは泣いていた女の子じゃなく、慰めていた子の方だった。あら。彼女はカバンをひっつかみ、教室を飛び出したんだ。あ、待てよ。追いかけようとしたけど、そうすると一人きりで取り残される彼女がかわいそうだ。彼は踏みとどまった。そしてそれは正しい選択だったんだ。だってその数秒後、え？怖っ。校舎中に響くような悲鳴が聞こえた。同時にバキバキと何かが砕ける音も、え？ドアのところまで行ってみた二人は、明かりの消えた廊下で何かが這いずっているのを見たんだ。なんだろう。そう思って目を凝らすと、それは少しだけこっちに前進した。それは駆け去った彼女だったよ。うつ伏せのままで必死に顔を上げ手を伸ばしている。助けて、かすれ声が助けを求めた。その次の瞬間、彼女が闇に引き込まれた。暗闇に何者かが潜んでいて彼女を引っ張ったみたいだった。うわ、めっちゃ怖。ゴキゴキ、鈍くて嫌な音がした。うわ。そして二人の足元に大きな塊が放り込まれたんだ。とっさに避けると、それは学生カバンをしっかりと握りしめた腕だったよ。キャー、女の子が悲鳴を上げて、うわ来ちゃうよそんな、叫ぶと、それを聞いて廊下の闇が膨らんだ。闇自体が生きているんだ。そう気づいた彼は女の子を引きずってドアを閉めた。こうすれば闇が入ってこれないとでも言うようにね。だけどその時彼は見たんだ。窓の外に広がる無限の闇を。その闇が僕たちめがけて押し寄せてきているのさ。あ、来ているの。窓ガラスがミシミシと鳴っていた。すぐにでも窓が割れる。そうなったらもう自分たちには助かる方法はない。それならば、彼の頭に一つの案が浮かんだんだ。それはどんなことだったと思う？何？1. 女の子を犠牲にして自分は逃げる。2. 自分を犠牲にして女の子を逃がす。うわぁ！やだぁ、この選択。いや、あえてですよ。普通に考えたら、2です。ね。普通に考えたらね。普通に考えたら2なんですけど、ちょっとね、残ったバージョンを見てみたい。いや、心苦しいけどね。どうしよう、迷う。いや、でも1にしよう。自分犠牲にしたらだって死んじゃうだけだもんね。残った後、結局彼はどう逃げるのかが、ちょっと見たい。はい。うわ、やだな。ちょっと選ぶのやだけど1。はい。彼は廊下へ続くドアを開けた。闇はもうほんの数メートル先まで近づいてきていた。彼は唾を飲み込んで、隣にいる女の子を突き飛ばしたんだ。うわ、最低だ、マジで。最低。彼を信じきっていた女の子は、あっけなく廊下によろめき出たよ。その足を闇が捉えたんだ。彼女は引きずり倒され、彼を見上げた。恨めしそうな、信じられないというような目でね。次の瞬間、彼女は闇に飲み込まれたよ。バリバリと音を立ててね。うわ、怖っ。その隙を彼は見逃さなかった。闇と反対の方向へ駆け出したんだ。奴から離れて、窓からでも何でも逃げ出すつもりだったのさ。幸いこっちの廊下はねじれていなかった。走っていくと非常口が見えたんだ。助かった。彼は勢いをつけて扉にぶち当たったよ。扉は揺れたけど開かない。でももう他の場所を試している時間はないんだ。いつ闇に追いつかれるかもしれないんだからね。彼は何度も扉に体当たりした。そしてとうとう扉が開いたのさ。勢い余って飛び出した彼を誰かが抱き止めた。やっと安全な場所に来たという安心感で彼は座り込みかけた。でも抱き止めてくれた相手は、引っ張って彼を立たせようとするんだよ。
ダメよ、そんなところで休んじゃ。あなたの行き先はこっち。聞き覚えのある声。はっと見上げるとさっきの子だ。突き飛ばして闇に食わせた女の子。まつげの間には白目も黒目もなく、ただの闇が広がっていた。逃げ出そうとする彼をがっしりと捕まえて離さない。その口元が小さく笑った。一緒に行きましょう。硬直した彼を次の瞬間闇が包んだ。というわけ。え？次の日になって先生たちが6人を探したんだ。でも誰一人見つからなかった。溶けてしまったみたいにね。ホスタさんが話を締めくくった。さっきより少し暗くなってきたみたいだ。僕は思わず周囲を見回した。あまりここには長居したくない。ありがとうございました。じゃあこれで部室に戻りましょうか。僕がまとめようとするのをホスタさんが遮った。待ってよ。まだ話は終わってないんだ。どうしてわざわざここまで来たと思うんだい？知りませんよ、そんなこと。もう遅いし、そろそろ解散した方が。ここの闇はね、まだ生きているんだよ。唐突にホスタさんが囁いた。生きていて、まだ食べ物を欲しがっているんだ。ほら。教室の隅を指さす。気のせいか古い床板の上で闇がうごめいたように見えた。口の中が一瞬で乾く。まさかそんな、気のせいだ。見えたような気がしただけさ。わ、怖い顔。ホッサさんはニコニコと笑っている。信じたくないんだね。無理もないけどさ。僕がこんな話をしているわけを考えてごらんよ。おどけたように両目をくるりと回す。すると目玉が盛り上がった。まぶたから半分以上飛び出している。よく見ると人間の目玉じゃない。義眼とかそういうものだ。コンコンと硬い音を立てて、二つの義眼が床に落ちて転がった。え？そしてその奥から、どこまでも広がる無限の闇が覗いた。闇の中はとても広いんだ。仲間を増やさないと寂しくて仕方ないんだよ。闇の目をしたホスタさんが近づいてくる。僕も闇を見つめながら、こうやって仲間を求め歩くんだろうか。手足から闇に飲み込まれながら、え？僕はぼーっとそんなことを考え続けた。おや？そして全てが終わった。あーはは。噛んでみるとなんかちゃんと終わったように思えるね。あ、終わっちゃいましたね。はい。というわけで、ちょっと一回ね、飛ばして、自分が犠牲になったバージョンちょっと見てみましょうか。はい、ちょっと飛ばします。はい。というわけでね、ここまで戻ってきたんで、今度は2番の自分を犠牲にして女の子を逃がす、こちらを選んでいます。2。彼は女の子に向き直ったんだ。今から何とかして道を切り開くよ。その間に君は逃げればいい。でもあなたはどうするの？君が逃げたらすぐに後を追いかけるよ。そうは言ったけど、自分まで逃げられるなんて思ってはいなかった。女の子だけでもと思ったんだろうね。僕だったらそんな風に考えられないよ。彼は廊下へ続くドアを開けた。闇はもうほんの数メートル先まで近づいてきていた。彼は唾を飲み込んで自分のカバンを放り投げたんだ。ぐしゃっていう音がして闇がカバンを飲み込んだ。あの真っ黒い腹の中には一体どれくらいの犠牲者がいるんだろう。彼は思わず身震いしたよ。でもいつまでもこうしてはいられない。彼は女の子を突き飛ばしたんだ。女の子は闇と反対の方角へよろめき出た。早く逃げろ。そう叫んで彼は椅子を振り上げた。そして闇に飛びかかっていったんだ。闇は一瞬大きく広がって彼を包み込んだ。一瞬意識が遠のいた。本当はもっと長い時間だったかもしれないけどね。でも彼が気づいた時にはそんなに時間が経過したような感じではなかったから。うん、そうなんだ。彼は闇に食べられなかったのさ。え？目が覚めると旧校舎の廊下に倒れていた。なんで助かったんだろう。そう思いながら彼は校舎を出たんだ。すると向こうの方から化け物が走ってくるじゃないか。紫の鱗がびっしりと生えた醜い体に飛び出た大きな目。耳まで裂けた口からよだれを流しながら、なんだかわからない言葉を叫んでいたよ。めっちゃ怖いね。彼は生命の危機を感じた。見回すと野球部がしまい忘れたらしいバットが落ちている。彼はそれを拾って、化け物に殴りかかったんだ。頭や肩、腕、どこでもお構いなしに殴りつけた。何度も何度も、
化け物が倒れて動かなくなるまでね。なんだかとても勝ち誇ったような気分だったらしいよ。不意にその時、誰かの声がした。同時に彼は背後から羽交い締めにされた。え？こわばった表情の用務員さんだったよ。え？何をしているんだ？何って決まってるじゃないか。この化け物をやっつけていたんだ。彼はそう言おうとして、化け物の死体を見下ろした。ところがそこに倒れていたのは、彼が闇から逃がしてやったはずの女の子だったんだ。頭から血を流し、ぐったりと目をつぶっている。え？一目でもう生きていないって分かったよ。物音がするから来てみれば、君がこの子を殴っているじゃないか。一体なんで彼女にこんなことを。用務員さんが彼に聞いた。彼に答えられるわけないよね。殴ったのは確かに化け物のはずだったんだから。でも違ったんだな。そうすると考えられることは一つだよね。彼の目には友達の女の子が化け物に見えていたんだ。だから女の子が彼を心配して駆け寄ったのに、襲われると思ってしまったんだろう。闇は彼を食べる代わりに彼の視覚を狂わせたんじゃないかな。どういう結果を生むか承知の上でさ。もしそうならとんでもなく残酷だよね。だって彼の不幸はそれだけじゃ終わらなかったんだから。え？どういうことかって？次の日、先生たちが校舎の中を探したんだ。そうしたら他の4人の遺体が次々に見つかってさ。みんな闇にやられたんだろうな。ひどいありさまだったらしいよ。それも彼のせいになった。彼の言い分なんて聞かれなかったよ。なんといっても現行犯だったんだしね。その後の彼、さあ知らないけど、どっかの刑務所とか少年院とかそういうところに入れられてるんじゃないかな。怖。話が終わった。僕はうつむいていた顔を上げてホスターさんを見た。そこにいたのはホスターさんじゃなかった。いや、人間ですらなかった。まばらに生えた毛から覗く複眼のような6つの目。え？歯がギラリと光った。化け物。僕は飛びのいた。化け物は何か言いながらこっちに向かってくる。何かないだろうか。奴に対抗できる武器か何か。ポケットを探ると指先に何か硬いものが触れた。カッターナイフだ。部活で生地のスクラップをした時に使ったもの。僕はそれを構えた。嫌な予感だ。化け物の腕がカッターナイフに伸びる。そうはさせない。振り回したカッターの刃が化け物の目を傷つけた。緑色の血を吹き出して、化け物はゆっくりと倒れ込んだ。肩で息をしながら僕は周囲を見回した。さっきまで誰かと一緒だったような気がする。そうだっけ？僕はもともと一人ではなかっただろうか。そうだった。僕は一人きりだ。化け物を倒したんだから、この世界の王は僕だ。それにしても疲れた。僕はあくびをして、化け物の死体の横にうずくまった。少し眠ろう。もう僕を脅かす者はいないんだから。足元に忍び寄っていた闇が、その時笑い声を上げた気がした。でしょうね。あれダメだったね。はい。というわけで、今回ね、職員室側やったんですけど、次回、やっぱりこの学校、スーパーファミコン版の、トイレ側ね、の人たちをちょっと見てみたいと思います。そっちじゃないとクリアできないのかもしれないですね。クリアってか次の話に行かないのかもしれないんで。はい。というわけで、プライムが喋ってました。また次回、お会いしましょう。バイバイ。